はい、どうみなさん、こんにちは、イヤロンでございます。今回、じゃんこちらドンはい、ということで、こちら、え、Wi-Fi ルーターでございます。1733800。これがね、現段階の2018年、現時点での最強の、え、ルーターでございます。い、yeah! やえ、PAWG2600HP3。こちらのね、NEC の Wi-Fi ルーターを買いました。はい。まあね、あの、ルーターといえば、NEC、エレコム、 バッファローがね、結構主流だと思うんですけども。まあね、NEC が私は好きかな。一番おすすめですかね。まあ、エレコムというか、バッファローも結構いい感じなんですけども。まあ、結構 NEC 使ってる人も多くて、NEC が一番なんか安定するみたいなんでね。まあ、NEC が私としては一番おすすめでございます。はい。ということで、えー、スマートライフの新基準、安定通信機能搭載とかね。 はい。で、親機としても、中継機としても、子機としても使えると。いうことでね、えー、まぁ、あ、一番強いやつなんでね、まあ本当にね、私に YouTube で生放送とかやろうとしても、もう結構ガクガクしたいね。まあ、いろんな、えー、他にも、まあいろんなことありますけども、本当にね、今までのね、ルーターがね、すごい遅かった。結構古いものなんですけどね。なんでまついに新しくね、この最強のものにね、変えたと。まえ、あ、書いてあるんですね、業界最速ってね。まあ、現時点では最強のルーターなんでね。 まあこれをね買ってしまったんで早速開けていきましょう高速通信安定通信というねまあとにかくすごいとあと幅広く飛ぶと思うんでねまあ結構ね家の端っことかほぼ届かないんですよねなんでそういうところもね隅々まで届いちゃうかなと思いますんでさあ開けていきましょうトップとお知らせつ,つなぎ方ガイドまあ大丈夫でしょう Wi-Fi シートこれが本体ですね えー、そしてケーブル。はい。こんなようなケーブルですね。なんかちょっと見たことあるような感じだけど。で、えー、これが縦置きスタンドかなおそらくそんな感じかなそして、えー、ランケーブルと。いうことで。じゃあ、こちらが本体になりますね。はい。ということで、こちらが本体になります。NEC。はい。パワーア r a c t i 2 4 g h z 5GHz。TV とかもあるね。 コンバー、コンバーターはい。ラクラクスタートボタンがありますね。ここ押せばじゃあ簡単に 3DS とか簡単につながっちゃうかな。で、この辺に、えー、番号とか、えー、暗号機書いてありますね。はい。こんな感じでございます。で、ここにラ a n ポートが4ポート搭載されてますね。で、このラ a n ケーブルで一応ここに1個挿して、えー、自分のね、ものに契約してる、えー、なんだい、モデムか、に、あの、つなげるんですけども、 まあそこからね、優先では4ルーター、一応4ポートついてるんで、まあそこからも優先で繋ぐことができます。まあもちろんね、スイッチハブなんか使えば、えー、ラン、ランポートをね、もっと増やせるんで、まあ別に4つじゃなくてもいいんですけどまあ、この中についてるのは4つということで、はい。モードとかもあるね。RT、BR、CNW のモード。これなんか爪で変えられるのかなカチッカチって。ちょ、ここ今、 なんだかよく分かってないですけども、まあ、この後説明書なんか読んでね、理解していこうかなと思います。つなぎ方ガイド。ま、つなぎ方は基本、私多分大丈夫だと思うんですけども、まあ、一応ね、こんな感じになってると。はい、ということで、ま、これがね、ま、つなぎ方ガイドと、これを見ればね、まあ、誰でもつなげられると思います。はい、ということでね、今回こちら NEC のね、えー、最強の Wi-Fi ルーターのえーご紹介でした。 まあね、今から設置していくんでね、実際の速さがどのとかね、ちょっとお見せすることはできないんですけども、まあ、数字から見てわかる通りね、くっそ速いし、くっそ飛ぶと思いますんでね。まあ、今みんなが使ってるものでね、例えばもう遅いし、全然飛ばねえしとかね、ちょっと不満がある方はね、えー、こういうね、最強のものに変えてみるのはいかがでしょうか。やっぱこういうものはね、長い間使うものですから、変に安いもの買ったってね、もったいないですよ。 こういうのはね、もう一番妥協せずに、一番高いね、最新モデルをね、絶対に買った方がね、私は、いいと思います。はい、ということで今回、1733800、この、最強の、えー、ルーターのね、ご紹介でした。ということで今回は、じゃこれで終わりにしたいと思います。では皆さん、さよなら